分かった分かった。じゃあそこに関してはもうお前に任すから、次在庫とか変わったりとか、まあ仕入れな新しくするんやったら俺に電話してもうていい？それで悪いけどちょっと頼む。ちょ俺今から収録するから俺、うん、ごめんな。はい、どうも石原さとみです。本日はこの2ポイントホスピタルというゲームですね、数ヶ月前から話題になっておりました医療シムといいますか、お医者さんシムみたいな、そういったシミュレーションゲームでもあると思うんですよね。一回これで楽しみやったんで、ちょっと日本語がないんですけれども楽しんでやっていきたいと思います。じゃあスタート、ニューゲームでしょうかね。はい、お願いします。放心状態ですけど大丈夫ですかこの人は。うん、あ、そんな風にして閉じ込めたりとか、電気バーンなったり磁石使うよって、あ、頭ないわ何この人なんかそうやって、あ、これ一応直してるんですかこれは。あ、直してる過程を見せてくれてんのかな。おー、すごい人が死んでしまってますけど今の何ですか、今の一体何だろう。うん、ぐる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 回ったらほら変わったよーって、はいはいはい、着替えたのかなじゃあっていうような、どんちゃん騒ぎの病院系ゲームだよってことですか。うん、なんかベロみたいなネクタイつけてますね。はい、うん、はい、ありがとうございます。本当にもうその通り、Welcome to Two Point Country と、だから島というか、まあ、国なんだね一応ね。はい、読ませてくれません。This is Hogsport。 はい、ここが港なのかなかなんかで、あなたの最初の病院を建てるところなんだよと、なクリックしてスタートしてみましょうと言ってますけれども、じゃあ画面の動かし方はこんな感じなんね。こういう、そしてグラフィックは私好きですけどね。おお、結構広がってるね。はい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 、まあ、まずはここでやれということなんですね。だからチュートリアルじゃないでしょうか。はい、 Begin your career。 だからあなたのキャリアはここから始まるよってことですよね、お医者さんとしてのね。はい、トゥーポイントホスピタル、ウェルカムトゥートゥーポイントカウントリーと。あ、私の建物からもう建てなきゃならない。わかりました。で、 WASD で多分動かせるっていうこととか、操作に関して書いてくれてるんでしょうけどね。ライトマウスとか先ほどちょっと見てみたんで大丈夫やと思います。よし、じゃあ建てていきますか。最初はなんかここを押せって言われてるんですけど、アイテムですか。はい、でリセプション、だからカウンターよねこれね、ある意味ね、受付みたいなものがいるよってこと言ってんだよな。あ、こういうのか。あ、これ回転もできるのね一応ね。はい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 、あ、これいいな。で、回すのは何ボタンで回すって。あ、これな、こうやって回すこともできると。はい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 、わかりましたわかりました。いや、こっから結構大事やからね、こう受付のいかんによっては、まあ後の部屋が変わってくることもありますから。こうちゃう。はい、グレイト。本当にこれでいいのかな。そこのところちょっと、でも中心をね、やっぱりこう、俺こういうなんていうの、こういうの几帳面なところありますから私。あー、今度ハイヤーな。ハイヤーっつうのは、あー、あ、これ、あ、足さん、なんかだから、これお医者さんなんでしょうね、これがね。で、これが看護師さん。これは、こう、お掃除の人とかかな。お掃除の人じゃないかな。もしくは、あの、ヘルパーさんみたいな人いますけどね。うわ、すごい、なにこれ。こんな感じで吹くの。うわ、これすごいな。どこに、え、これ、あ、ここに、あ、こういうこと、ここにこうやってやれってこと言ってんの。あ、はい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 、わかりましたわかりました。はい、じゃあ、ここでお前。仕事して、はい、仕事してくれる、そこで。あ、仕事してくれる。めっちゃいいやん。グレイト。次は To build a room。 あ、部屋ね今度ね。 OKOK、 ルームボタン&って書いてますけど、まあ、ここ押したら何とかなるでしょう。やってみましょうか。 GP's office。 あ、オフィスなんだ。 GP って何の役やろな。あ、こういう風になんかこう四角でこう囲っていくって感じなんや。え、何の部屋か分からへんか。 GP っていうのが俺分からへんけど、多分あれなんかな、診療所っていうことなんかな。なんかね、これ診察っていうか最初に聞く部屋みたいな。ここで様子を聞いて、であなたたちはじゃあこっちに行ってください、あっちに行ってくださいという、あなたは内科です、あなたは例えばじゃあ整形外科ですみたいな、そういうのを決めてくれるらしいから、だからある意味第二の受付みたいな感じだと思うよな。でお客さんはここ入ってきてここで受付するから、それを考えるとこうちゃう。もうなんか要塞みたいになってんだけど。でもこれ、いやなんかお客さんが入ってきて受付します、なんかとにかく何とかして受付します、ほんでこっちに入ります、こっからはこうチリチリになっていくから、
3っていうところやから、ここでで、あなたは整形外科内科みたいなところってことやから、だからこれでいいよ、十分やん。これでドアは、ドアはよし、ちょっと隙間ここ開けたんで、これでちょっとファーストドアこう置いて、うん、でこれセカンドドアいらんの、これこれセカンド、あれセカンドドアが置けへんねんけど、これ多分出口が、いやなんかね1個しかドアが置けへんかって、俺積むんやけどな、この病院が。いやどうしようかな、入って出るとこも用意しとかなあかんってこと。じゃあごめん、なかったことにして。もうそんなん聞いてないもん俺、そんな、なんかはぁ、やっぱゲームでやから、これが本気やったな、とことんこだわるんやけど。よし、じゃあこれでいこう。これはね、あれです、何を考えてるか、なんでこんな構造にしてるかっていうと、長蛇の列ができること間違いなしじゃないですか。そう考えた時に、お客様の列っていうのをしっかりと囲ってあげたい。うん、あと、まあ、これドア、こうつけるやろ、ここワンドアやろ、でも多分ここからしか出られへんやろ。ほな、このウィンドウの時に、どれぐらい今街が出てるかっていうのは、やっぱみんな知りたいと思うねん。で、そこでやっぱ病院、あ、今日こんのんのってなるから、そういうのも分かるように風通しの良い職場にしていきたいね。で、次は、オフィスデスクか。オフィスデスク、じゃあ置いていくか。あ、これオフィスデスク、ちょっとなんか細かく動かせるぞ。あ、いいよ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 。オフィスデスクは、あ、これいいね。この感じいいかもしれないね。この感じにしようか。ちょっと奥まった感じでね。うん、いい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 。ちょっとここまでタバコも吸えるしな、これ、お医者さん。で、キャビネットな。はい、キャビネット。とにかくキャビネット。とはここら辺なのかな。まあここら辺はごめんなさい、ちょっとふざけようがないです、だって真剣にやってるから僕も。なんか瓶が多分ゴミ箱やろ。さらには、あ、これ消火器じゃない。あ、消火器は大事やな。で次が、あ、観葉植物か。あー、観葉植物が良かったな。ちょっとやっぱ緑あふれるところにしたかったな俺、この最初分かってたらな。いやまあでも仕方ないな、病院は人命最優先やからね。もうちょっとこういう風に置いとくか。じゃあちょっと匂わせとくか、寛容。よし、じゃあ大体できたかな。うん、これで OK でしょう。はい、じゃあどうしたらいいでしょうか。 OK です。これが終わったらグリーンティックを押してくださいっていうことなんですけど、グリーンティックこれ押せないんですよね。あれ、なんかまだ、え、全部使い切れっていうことですか。え、もう無理ですよ僕、いっぱいいっぱい広げたのに。はあ、わけわかんねえ。何をどうしてほしいんですか。四角じゃないとダメってあなたがおっしゃってるんですか。じゃあこうすればいいんですか。じゃあこうすればもう満足なんですか、僕としては。はい、じゃあもういいです、それで。はい、それでいいです。じゃあはい、好きにしてください。はい、何ですかこれは。むちゃくちゃ無駄じゃないですか。ここが空洞にできるんならさっきのもできたでしょって僕思うんですけど。うわ、めっちゃもったいないことになってるやん、この中庭みたいなとこ。はい、まあいいっすわ。はい、で、ハイヤーな。で、このドクターか、このドクターはオケということですね。ドクターはね、やっぱドクターだけ、まあドクターが一番でかいじゃないですか。これはごめん、ちょっとハンター行くわ、ジェフリーハンター。いや、ちょっとごめん、写真がふざけてるからやめとくわ。いや、こいつにしようかな。あん、こいつか、いや、ゴルフボールつながりでいこうかな。お前なんか大仏っぽい、大仏さんでいこうかな。大仏さんをじゃあここに、うせやん、ドクターブッダ、ドクターブッダここにしよう。じゃあ、はい、ドクターブッダお願い。そっちあれ俺てっきりこっちや、どうだまさかの神座はい俺ちょっとびっくり、いや俺はこっちやと思って、余裕があるからこっちやと思ってたんですけど。何、ズームカメラな。はい、ズームカメラ。次、あ、なんか来たぞ。客か、客や、これアワードズイヤーレビューな。はいはい、まあそれはいいわ。とにかくまあこれちょっと消して。今どうされたんですか。はい、ん、それでも満足なんですか、あなたは。 We've diagnosed our first patient、 だから客や、初めての患者が来たよってことを言ってると思うんですけど、とにかくなんか伝えたんやな今な、ここのドクターが。うん、ドクターブッダが伝えた。で、これを押してください。で、彼の病状が書いてるのか何なのか。Our doctor は have discovered new、 あ、何、新しい病気を見つけましたと。で、グラウトっていう病気を見つけました。はい、ではこのグラウトというね、病気がどういった病気なのかというのを和訳してみました。はい、こちらです。グラウトはバスルームで頻繁に伝染し、ドライバーで痛みを伴って掘り起こさなければならなかった。初期の時代とは異なり、現代の投薬は効果的です。ということです。何一つ分からなかったですけれども、
まあこれちょっと待ってもらいましょうか。せっかく初めて来たクソね、これちょっとうちでは無理っすわとは言えないよこれは。だからそこでちょっと待っといて もらってね、どうなったか場合は。で我々はビルドアパーマシーっていうので、ナースを作らなきゃならないか。はいはい、わかりました。じゃあパーマシー行きましょうか。これが多分あれなんでしょうね、なんかこう診察室チックなものなんでしょうね。ちょっとここ時間止めといて、よし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 。じゃあこれどこに作ろうかな。やっぱりここら辺じゃないかなと思うけどね。ここら辺ちょっと適当にこうパッと置いてみますか。こういう感じにしましょうか。まあ、なんでこんな遠くにしたかっていうと、ドクターとあのナースってちょっとなんか出来上がりそうじゃない。それなんかドクターズラブみたいなの俺あんま好きじゃないから、好きじゃないっていうか仕事に集中してほしいか俺は。マジガチで命かかってるから、だからそういうあんまおふざけないようにっていうことがやっぱ当院としてはね、人命最優先やから。で風通しの良い職場にしといて、ほらなんかわからんけど、ほらもうレベルもギョン上がってくるやろ、こうやろ。でドラッグミキサーっていう、こう新しいやつが出てきた。これドラッグミキサーこれなんや、これは何、これこれ処置するんじゃなくてか、ナースがなんかすんのか、ここでなんか薬を作るんかとすれば、まあ、ここに置いといていいとして、でキャビネットここに置いて、出来上がったやつをここに置いといてもうて、ちょっとでもいっぱいゴミが出そうなんで、ここはゴミ箱だけちょっと、うん、いっぱい置いとかないと仕事に支障をきたしてしまうかもしれないね。うん、こんな感じかな。よし。で、あとは観葉植物ですけど、やっぱナースの人がね、こう言いますよって、華やかですよって、患者さんとしてはね、やっぱりこう、まあ言うても客商売じゃないですか。そういうところはね、こうなんか、あここに行ったら綺麗な看護師さん今日会えるわね、そういうのがあるかもしれないから。よし、これで、はい、オッケー、できへん、また。なんでーこれ、何ここ、真四角にしなあかんのこれ。真四角にして、このドアを置こうってこと？はぁ、普通、めっちゃなんか、ほら。めっちゃ普通やねんけど。こういうなんか、ピンポンゲームみたいになってるな、ちょっとな。でも、道路は確保してますから。でここにナースを多分雇わなきゃならないんやろ。ナースはやっぱ綺麗な人がいいよね。うん、いないよね。これでとにかくナースステーションができた。であとルームはいらん、まだ。 OK、 じゃあスタート。で今なんか客いっぱい来た、客いっぱい来た。死にかけてるやつはさっきのなんか、あっ こいつやこいつが死にかけてんね今。死にかけてるっていうか、あのなんかそのバスルームでのね病気にかかっちゃって。新しいお客さんがここに来てくれました。おじいちゃんですかね。はい、カレーでしょうね多分。カレー、あなたの病名はカレーです。でこっちに来ました。はい、アナウンスさんがこうわーってねお出迎えしてくれて、ここの薬飲んだらいいよーってなことなんでしょうかね。うん、あーすごい、なんか出てきた。スターバックスみたいな入れ物でね、これ飲ん、え僕これ飲むんすかみたいな。え僕こんなルーレットみたいにされてどれかもわからないです、これ僕飲むんすかみたいな。そうですよ、あなたはこれを飲むんですみたいな感じで飲んだ。よーし、ほらもうやっぱり上機嫌よね、足取りも軽いもん。ウェルダンってことで、とにかくできましたと、治りましたってことですねこれね。キュア、これ今ね受付、おい何してんねんお前、受付仕事せよ。おい何シフト交代入った、お前仕事せよ。何ちょ、おい、ムードって何、ちょっとやばいやばい、一回ちょ、なんか雇わなあかんわこれ。誰にしようかな。じゃあこれハゲにしようか、ハゲにしよう。 MG ハゲ、ベジータ、これちょ、ベジータお前今すぐ働け、今すぐ働いてくれそこで。 OK、 ベジータ動きだ。ベジータが病気、ベジータがお前初日にもうやる気ないやついんねんけど、これ大丈夫な。いや、なんとかしてあげなあかんのちゃう。いや、もうやる気ないやんこいつ。おい、しっかり仕事はしろよお前ら、金もらってんねんから。なんやねんこれ、腹減ってんのかお前。そんな腹減った、これちょっと待って止めようか。あ、ベンチとかあるやん、ベンチ、ちょっとベンチです、ちょっと座って、ここあっちあるやん、なんか待合のところみたいな、それちょっとここに置いといて、で自販機みたいな、これやね、多分これほら、これめっちゃっぽくない、この置き方超っぽくない。でここゴミ箱ここに置いといて、あいいやん、すっげえよくない、ここだけ見て、ここだけ切り抜いてみて、めっちゃいいやん。でもなんか犯罪者の眼差しよなこいつ。
もうすごい楽な仕事してますけどね、彼はね。あ、5000ドルやって、やったー。スタッフルームがアンロックされましたと。スタッフルーム作ってみましょうか。スタッフ、あね、やっぱりこういう接客業を私もしてるじゃないですか。するとね、一個思うのは、スタッフのやる気、スタッフのその気持ちっていうのが、こう如実にやっぱ売り上げって出てくるんですよ。スタッフがこうもやる気ないと、例えばこいつみたいに、こうもやる気ないと、全然高回転しない。生産性も悪くなるし、お客様自体が、ちょっとなんかしょんぼりしちゃうね。だから、こんだけ取っちゃう俺は。それでも足りひんぐらいやと俺思ってる。それぐらい大事やねん、スタッフルームって。で、ここどうしようかな。じゃあこの真ん中のあたりにちょっとドアつけさせてもうて、やっぱソファ、ここはやっぱこだわりたいよね。俺のこだわりが、うん、インテリア的なものがね、結構出てくると思うから。よし、こんな感じちゃう。うん、これぴったりやね、やっぱり。うん、くつろげるよね。やっぱこう広々としたスペースにしっかりめっちゃ飛んでいってでもできましたね。これはね、スタッフ喜ぶよ。うん、まだちょっとアイテムがまだ足りないからあれだけれども、ここでしっかりこうね、給養もしてもらって、このブラウンを基調としたね。あ、トイレがアンロックされました。オッケー、トイレね、これでいいよね。うん、これ一番トイレが普通なんちゃう。しっかりできてる気がする、ほら。あ、これいいわ。これ何も問題がないよ、今のところじゃ。よし、完璧な運営やな。あ、なんかワードアンロックドって出た。え、ちょっと医者増やそうと思ったんやけどさ。医者増やそうと思ったら、まあいいか、先になんかアンロックされたから、めっちゃアンロックしてますやん、なんか。ニューフラッシュとか、めっちゃ出てくるんだけど、とにかくじゃあこの上から行ってみる？ジェネラルディグノシス。あ、何これ ?X 線ですか？じゃないです。これは大事ですよ。何でも骨折にしても何にしてもね、これぐらいでいいかな。これぐらいの感じの部屋を想定して、ちょっとここにおまけ足しちゃうかな。じゃあ俺おまけ足しちゃうぞ。で、こっちにドアつけよう。よし、ここやな、多分これ、これやんな。なんかあれ、そんなイージーすえ、そんな感じじゃないな。ちょ、これここ置いてみるか。まず一回、はい、置いてみて、このメキシカンテーブルは、メキシカンテーブルここ置いてみて、なんやねんこれ。っていうかちょっとね、こう患者が今マジ長蛇の列やから、いやーこれちょっとまずいな。このまま行くと、ちょ、ここの部屋てか、ここの部屋がマジ邪魔すぎるんやんか。これが、これをもうちょっと縮小して最初の部分やってくれへんかって、だいぶきついから、ちょっとルーム、あ、ちょっと待って、なんかいっぱい出てきた。ワード作ろう。次ワードも同じように。じゃあワードのドアなんかでけえワードのドアでけえぞ。これちょっと待って、一回これ消して、ちょ、な、何か分からへん、ワードが何か分からへんけど、これ大部屋か、大部屋っぽいな。ここで多分患者が入院するんやわっていうとこやと思うわ。あ、これ大事やわ。じゃあこれここでいいや、ここでよくって、ドアをどこドアにしようかな。じゃあここドア無理よな。じゃあもうこっち側ドアにするしかないってことやな。ここできる？オッケー、ここドアにして、で、ナースステーションか。いや違うよな、ナース、え、ちょっと待てよ、ベッドとナースステーションって両立できる？お、多分それ無理やと思うんだけど。え、ナースが寝るとこってわけじゃないよね。え、ナースの居住区まで俺用意しなあかんの？ちょっとナースステーションここ置いてみた。で、これスクリーンって何や？ん？何これ、ここ置く？こっち、じゃあおい意味あんのこのスクリーンってちょ、ここ置いとくじゃん。いや、わからへん何かわからへんけど、シャワー室みたいなことこれ。で、ロッカーやろ。ロッカーは、え、これもしかしてマジでナースのあれ居住区？え、ナースの居住区なんかマジ俺からしていらんねんけど。思い切ってこうしようか、ナースステーションこう置こう。ほんで、ロッカーをこう置いていこうロッカーを間仕切りにしていこう。で、いいんちゃう？これ大丈夫でしょ？よし！一体何の部屋なんやろな、これな。Words can be used for diagnosis って書いてるけどな。うん、多分だから入院患者の部屋やと思うねんけどな。ところで病気なんか治してんのけ？あまりそれ俺よく分かってないけど。ものすごい待ってるやんけ、お前ここで。ちょっと待って、なんか頭がLED のやつ来たんやけどやばいやばい、消費電力やばなるぞ、なんかこいつ来たら。え、この頭が LED は、ちょ、頭が LED 優先的にしてあげて。
かわいそうやからこれ。え、こいつどうやって直すのこれ。この直しようがない。え、ちょっと待って、ルームの話これ。ワードいった。これデラックスクリニック、デラックスクリニック建てなあかんちゃう。ちょ待って、ちょ、あ、焦ってきた焦ってきた。デラックスオーラクスっていうのと、これコンソールって何やろ。コンソールって多分操縦するやつやと思うんだけど、操縦するやつ、じゃあちょっとこういう感じに置いてみようかな。これのなんかまさになんかロボットを操縦している感覚が楽しそう。 OK、 これでいいや。よし、これどう、これでお前デラックスいかへんか。お前ちょ、デラックスで直し上げてくれよこれ。お、ドクターブッダ入ってきた。ドクターブッダ、お前まず病院行った方がいいんじゃないか。なんか首があんまり座ってないけど、ガクンガクンなってるやん。なんか、あ、来た来た、ほら、ちょちょ、ドクターブッダ直してあげてこいつ。うん、そこに座らすのそれは。うん、行った。ドクターブッダ、ちょっと待って、それはその人の頭なんですか。もともと違うものをつけたように思うんですけど、僕はドクターブッダ、ドクタードクターブッダの荒技で。すごいな、ドクターブッダの荒技が見れましたね今ね。とにかくこっちにじゃあいらん LED が入っていってってことや。でこっちが新しい頭が、アンパンマンみたいなこと、アンパンマン工場や。じゃあここアンパンマン工場と名付けよう。十分十分。あ、アイテムなんか増えてる？そういえばアイテムは特に増えてないかな。うん、なんかでもね、この鍵があったりするから、これお金で解決できるんじゃない。これできひん、ほらやっぱお金で解決できるわこれ。このだから ここの鍵がこれ外れたってことは、もうある意味これで正解。え、トゥーポイントカウントリーヘルスケアアワードセレモニーやって。うん、何なんか、あ、はいはいはい、唐突なドラムロール、オープン。ん、何ですか。いや、ちょっとふざけんね、なんすか。なんか分からないんですけど、僕分からないまま次々行かされるんですけど、はい、何なんですかそれは。そのベンベンベンのやついるんですか。バングバングって書くやつ、このおじいちゃんがまず誰か僕分かってないんですけど。あ、それはダメだったんですか。あ、それはダメだったんですね。ちょっと分からないですけど、ダメだったんならちょっと後悔してます僕も。あ、これはいまいち、いまいちのやつもあるね。ノンノンノンの切れてないですよバージョンもあると。うん、これは次は、あ、これも切れてないですよか。はい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 、もうオープンオールでいいですか。はい、あ、こことこことこことここが良かったですっていうことなんですね。はい、わかりました。ありがとうございます。アワードが終わりました。で、何だったんですか？あ、ちょっと待って。なんか知らんうちにここに、なんか漫画家が寝てんねやけど。やっぱこれ入院っていうことなんかな？漫画家さん入院しました。放心状態です。あ、これすげえいい配置なんじゃない？一番ふさわしい配置よね。かたや、こちらはですね、こちらでは、あ、これ使うんじゃない？うん。何してるんですか？それって、それ、え、お金払うんですか？あなたも。すごい処置があったもんですね、これ。今のは何を確かめ、頭蓋の硬さを確かめたんでしょうか？っていうことなんでしょうね。そういうためにある機械っていうことで、いや、今のはちょっと衝撃的なシーンでしたけれども。はい、ということで、今回はまあ一応、チュートリアルっていうか、触りの部分っていうことですんで、こんなに、まあ、ぶっちゃけた話、ふざけたといえばふざけたんですけれども、まあ、次回以降またどうなるかわからないとこなんですよね。で、これが終わりっていうものがあるのかどうかわからないんですけど、多分ね、マップが変わっていくんだと思うんです、このゲーム。で、ここの場合は比較的簡単だけれども、次々、ステージが進むにつれて、新しい病気とか、もしくはなんかかかってくる費用とか、そういったものがどん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 増えていったりとか、難しくなることがあると思うんですよね。お、何ですか。あ、これでやっとクリアやったん。ちょうどタイミングよくなんか来ましたね、手紙。
はい、ありがとうございます。一つ星のホスピタルができましたね。で、ボーナスでお金ももらえて、このクドッシュももらえると。何かわからないですけれども。で、オープンマップって一回やってみますか。うん、ここが一番最初のとこね。あ、やっぱり次のステージに行けるようになりましたよと。はい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 。いやー、結構楽しいですね。すぐにやっちゃいますけど、このチュートリアル島みたいな一番最初の、まあこれなんか港町なのかなのところの診療所に関しては、この星一つでもうクリアにしてしまいましょう。で、次がここなんでしょうね。この小高い丘みたいなところの町にできた病院。さらにその次はここでしょうね。城下町じゃないけど、なんか囲われた都市。そしてここと続いていくと思うんですね。もっとマップを引いてみると、さらに奥にもほら、見えますよね。あれなんか工場なのかな、か、なんか貴族の家なのかわからないですけど、刑務所かもしれないし、ちょっとなんかわからない建物があったりだとか、向こうの方にもなんか広がってて、ほら、ここビルの谷間に、これ、谷間っていうか、ここにほら、あるでしょ？だからまだまだ、このゲームシリーズは続きそうな気がしてますけどね。果たして無事にクリアすることできるんでしょうか？と言いますことで、本日も最後までご視聴いただきまして誠にありがとうございました。よろしければまた次回もご覧いただければと思います。お疲れ様です。